ゴールデンウィークに七尾市で開催される青柏祭と花嫁の連展の関係者が長谷知事を訪問し、今年の見どころを PR しました。長谷知事を訪ねたのは七尾市の茶谷市長や青柏祭デカ山保存会の会長などです。今年の青柏祭は3年ぶりにデカ山と呼ばれる巨大な曳山が巡行することになりました。長谷知事も祭りに足を運ぶ予定だといいます。いや、実は石川県民ではありながら初めてなんですよ、うん、ちなみにこの祭りの時ってみんな酒飲んどるの？今年はあの、はい、コロナの結局はそういうことだよね、はい、近い手が飲んでると、はいはい、運行中は禁止、今回は準備の段階から感染対策を徹底した上で行われます。また先月国の登録有形民俗文化財となった花嫁のれんの展示会もゴールデンウィークに合わせて行われます。今年は3年ぶりに決心したのはやはりこの伝統あるね、デカ山、これをどうして続けていくかということで並んでおりまして、最終的には皆さんこの抗原検査をいたしまして、そしてかってコロナ対策をいたしまして、見て運行に当たりました。はい、やっぱり3年ぶりとなればね、皆さん気合が入っております。青柏祭は来月3日から5日にかけて、花嫁の連展は今月29日から来月8日まで開催されます。